東京都知事候補者、ドア玉を働かし、最高裁裁判官5人を断劾すると古田誠、77歳。共同倉庫共同配送システム構築、ベンチャー出向、新入社員研修、ポスシステム、医療システム、58歳、即、胸部外科手術。では、古田誠さんの政見放送です。 東京都知事に立候補した古田誠と申します。私は5つのことを今回発表したいと思います。まず私が当選した暁に第一声を喋ること。2番目に東京のブランドを喋る。今まで に合ったブランドを一つ。それから、すぐに作れる新しいブランドを一つ。三つ目は、東京の社会が、日本の社会の代表として、証拠の残る社会を作りたい。三つ、四つ目は、お天道様が、 見てる日本の社会。そして、五つ目は、私は ATM のカンプ詐欺に引っかかりました。ATM のカンプ詐欺に引っかかった理由は、私が疲れていろんなミスを犯したからです。たまたま私が日本 IBM の SE の経験があったために、 緊急対応の画面というふうに勘違いしたという部分もあります。ただし、犯人は私より明快な頭脳を持って上手に騙しました。最初に戻ります。私は第一声で、軽減税率を5%下げます。消費税を5%にします。それを、 都庁の人たちに検討してもらい、国政やそれから国会の人たちにどうすればそれが実現できるか検討していただきます。二番目は東京のブランドは江戸城です。これを建てたい。そして今すぐできる新しいブランドは東京都知事選挙 リニューアルすることです。今の選挙制度を大きく変えてインターネットを使って予備選挙をやりましょう。出たい人はみんな出ていいんです。300万はいらないです。出たいだけ出ていただきたいというような発想の中で現実的な仕組みを作りたい。三つ目は、東京の社会は証拠の残る社会だった。 江戸時代もそうだった。全国至るところ、お互い相手が何を考えているかよくわかる社会だった。それが IT が入ってきて、IT が証拠がないということを法律家たちは喋ります。本当なのかな私は日本アイの社員ですから、昔 SE でしたから、シスポロでしたから、IT で証拠がない IT を作ることはありません。証拠がない IT を作るなんてことはできません。プログラムも書けません。OS も作れません。ミドルウェアも作れません。あと1分15秒くらいなんで、4番目はお天道様が見てる日本社会。奈良時代は日昇る日本。そして今、旧会史上最大の 現役プレイヤー、18号、19号を打った野球選手を育てた日本。彼をそ一人でなったわけじゃないです。彼を育てた人たちがいます。そして最後に私は言いたい。私は ATM にカンプ詐欺に引っかりました。水尾銀行の一画面で騙されました。この事実を 私と同じように騙された1万7千人468億円のロスを水ほ銀行に説明を求めます。そしてそれは私がやるんじゃないです。あなたたち日本人がやるんです。そうしなければこの日本は変わることはありません。私はそのために6月20日から 六月六日まで頑張りますいいあと三十秒あるのかごめん三十分間違えました。あともうちょっと喋らせてください。これ採用してもいいかなこういうミスもたまにはいいでしょう。水尾銀行は腐ってます。三菱 UFJ 銀行も場合によっては腐ってます。 金融庁も腐ってます東京都知事候補者、土頭を働かし、最高裁裁判官5人を弾劾すると古田誠さんの放送でした。